はい、どうも。今回、まずはお久しぶりでございます。ちょっとコンデジ使って撮影してみることにしました。これでダメだったらもう二度とやりません。あとですね、まず皆さんにお願いなんですけども、一応ね、自分もプロではないです。なので、結構ね、やってて、ここ後からしてみたら違ったなーとかっていう面は多いです。なので、その辺はここ違うなーってことはできれば心の中に留めておいてください。で、あとですね、そうですね、一応分かりやすく説明させてもらいたいなとは思っていますけども、どうしても伝わりきらないところとかあると思いますので、その辺はご理解ください。じゃあまず、そんな前置きを置いといて始めていきます。今回紹介するのは、富士見のコロナマーク2です。マーク2って、今マーク X になりましたけど、もともとはコロナの派生車種として販売されてたやつで、要はマーク2っていうのは2代目とか2世代目とかそういう意味なので、昔はグランデっていうのは最上級グレードみたいな感じになってたんですけど、最終的には110系で全部グランデ化っていう風になっちゃったので、あまりありがたみはないかなみたいな、ありがたみっていう言い方もあれかなと思いますけど、中はこんな感じです。ですね、まずはボディなんですけど、これピントごめんなさい、うまく合ってるか分かりません。言うても安いコンデジなので、そんなにバッチリとは取れてないかなと思いますけど、ボディペラペラです。ペラペラっていう言い方はあれですけど、ここのフェンダーアーチのここの部分ですね、ここの部分がかなり薄くなってます。薄くなってるので、例えば、プラモデルでですね、例えばどんだけでもタイヤをつらい位置に持っていこうとすると、ここを薄く削ったりする必要があるんですけど、それがまず必要ないです。で、正直な感想としては、ホイールハウスというか、このフェンダーアーチがですね、ちょっと小さすぎるかな。なんでかっていうと、これ富士見の14インチの引っ張りタイヤがついてます。これですね。結構小さいの見えますかね。で、これは、かなり個人的に最近お気に入りでよく使ってるんですけど、これに合わせてるのでフェンダーアーチは小さい。で、あとですね、ここ。フロントドアの先端から、このフェンダーアーチのここの型のところまで、ここがちょっと長すぎるかなっていうのがちょっと印象ですね。で、あとですね、これ一応完成図は写真にこうやって出てるんですけど、ちょっとね、チェイサーとボディが共通になってるっていうのもあるので、ちょっとここが、このグリルからヘッドライトのここまでですね、草刈りが始まった。ここがですね、ちょっと広すぎるかなっていう気がします。でもね、それ以外はね、かなりいいです。で、これ、インチアップディスクシリーズの169、170、171、172、173。ここの旧車キットですね。ここはですね、ガラスパーツが、見づらいかもしれないですけど、ちゃんと出っ張ってるんですよね。で、接着剤使わずに、はめ込むことができます。パチコンっていう感じで、はめ込むことができますので、そういう面でね、ここ、例えば、ガラスパーツ接着しようとして、接着剤はみ出たとかっていうことがなくなって、これはすごくいいんじゃないかなと思います。ちょっとね、このバイザーのモールドがちょっと小さすぎるような気がしないでもないです。ワイパーのパーツ、ものすごくいいです。これね、ちょっとね、黒いやつなので、ちょっと見づらいかもしれないですけど、この雰囲気がすごくいいです。で、リアワイパーも一応取り付けできるようになってますけど、これね、なんかのオプションだったと思うんですよ。ここのパーツ、このパーツですね。ここがオプションだったと思うんですけど、これ用の穴がなぜか開いてません。なので、なくてもいいかな。で、バスタブ内装なので、ちょっと、正直塗装はしづらいですし、ドアのここの内張りのモールドも、正直浅いです。浅いというか足りないです。でも、いい感じです。
個人的には。で、一番残念なのが、多分、これあの、モデル化にあたって取材した車両がそうだったと思うんですけど、デッキがね、なんか、ケンウッドのね、2Dインっぽい形の、なんか今時の CDMD デッキみたいなデッキがついてます。これがちょっと残念かなと。で、あとはですね、草刈りの音がすごいな。あの、バンパーの、この黒いモールのところが入るところが、すべてこのように、白いプラスチック、白成形ですけど、こうやって別体になってます。塗装はしづらい、塗装はしづらくない。しやすくなってるんですけど、一個一個塗るのがちょっとめんどくさいかなっていう気がしますけど、でもこうやって別体になってた方が、こう、合わせる面でもいいかなと思います。まあ、個人的には全体的におすすめのキットです。で、鼻字シャコタンか、ノーマル車高かっていう選択ができます。ハノジシャコタンって言ってもリアだけですけどね。で、そこはね、ちょっとね、説明書通りに組むと、このブレーキをここにつけるんですけど、ブレーキ部品を。そこがね、説明書通りだと、接着芯がものすごく狭いんですよ。なので、その辺考えると、左右逆、上下逆にして組んでやると、いい感じになるかなと思います。ただし、タイヤの回転できるように組もうとするとちょっと難しいかな。で、これ、SSR の Mark II のホイールがついてます。で、これが、全部で、8本分ついてます。なんでかというと、全部を、この、普通の引っ張りタイヤで組んだ場合っていうのが、まあ、この中で4本。で、なぜか、このハの字べったり用の、このホイールも4本ついてます。なので、かなりね、このホイール余ります。なので、その辺はまあ皆さんのうまいこと使い勝手よくしてやってください。一応自分が知ってる範囲では、富士見の、14インチホイール、14インチホイールどこ行った？あ、ごめんなさい。ちょっと今パッと出てこないんであれですけど、その辺はぴったり行きました。ホイールに関してもまたちょっと今度説明させてもらおうかなと思いますけど、で、もう一つ残念な点、説明書がですね、すごく雑です。これね、シャーシのモールドとかものすごくいい感じにできてるんですよ。細かいです。例えばサイドブレーキのワイヤーとか、スピードメーターケーブルのね、モールドとか、その辺まですごく丁寧に再現されてるんですけど、説明書はつや消し黒一色で塗れって書いてあります。物足りなかったら、脳内変換、もしくは、まあ、実写画像はあまり出てこなかったですけどね。とか、その辺でやってみると、より、こう、リアリティ溢れる、マーク2ができるんじゃないかなと思います。個人的には結構おすすめです。チンスポはちょっと接着しづらかったかな。ただ、このリアスポイラーですね。リアスポイラー。このリアスポイラーの接着用のダボとかが、ボディ側に残ってます。で、いらなければそれ削り落とせばいいですし、なので、これはね、結構ね、ありがたい配慮かなと思います。で、あとこのミラーですね。このミラー、接着しづらいです。それぐらいかな。あとはまあ、何も考えずにっていう言い方はあれですけど、特にこう、部品の相が悪いとか、そういうことなしで、こんな感じのイメージで組み立てることができますので、まあ、これはこれでありかなと思います。ごめんなさい。冒頭で言うのを忘れてました。リクエストいただけるのはとてもありがたいです。ただ、正直ね、売れそうにないキットの紹介はしたくないです。なんでかというと、うちもちょっと商売でやってるので、できるだけ答えていきたいな、リクエストには答えていきたいなと思ってますけど、あまり売れそうにないやつに関しては、キットレビューで紹介しないと思います。なので、その辺は勘弁してください。うちで、まあ、入れることがあったら、紹介させてもらおうかと思います。というわけで、今回は、コロナマーク2ですね。富士見のコロナマーク2グランデセダンを紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。